今回紹介する本は面白くて眠れなくなる物理という本です。それでは本の内容を紹介いたします。思わず徹夜してしまうミステリアスな物理の話。物理は世界のあらゆることを記述しており、実は身の周りのさまざまなところでもその法則は関係しています。本書では ストローやアルミ缶など私たちの身近なものを使った科学遊びから透明人間万有引力と質量永久期間のはなしまでを紹介文系の人でも楽しめる不思議とドラマに満ちた物理の世界へようこそではここで実際にこの本を読まれた方の感想をご紹介します物理が嫌いだった人や中高生 におすすめ私が高校の頃の物理の授業といえば聞いているうちにまぶたがどんどん重くなるため先生がラリフォー中某 RPG の敵を眠らせる呪文呼ばわりされていましたそのため物理無味乾燥でつまらないという印象があります実際物理では赤点を何度か取ってしまいましたし その頃にこういう物理に興味が持てる本があれば、もうちょっと物理の時間に目を開けて授業を聞いていられたのに、と思います。なので、物理が嫌いだった人や、いまいち物理にとっつきが良くない中高生にはおすすめ。ちなみに、息子は知らない間多分昼間にこの本を読破しておりました。 面白くて眠れなくなる科学で夜更かしした反省を踏まえてかどうかは不明もう一人の方の感想をご紹介します世の中の不思議なものと取り組んできた物理という学問文化の面白さ素晴らしさを中高生向けに分かりやすくだが決してごまかすことなく説明する熱と温度重量と質量密度と圧力完成 といった物理の基本的な概念。往々にして授業で聞くだけでは退屈なに身近な例を通して親しむことができる雲は水蒸気ではなくて水滴1キロの鉄とまたどちらが重いかといった定番ネタもあるけれど読んでいてなるほどと思うことも多かったストロー内の気圧を下げてジュースを吸い上げる空気の着物 ななどなど、また端々ししに超流動や熱力学第二法則や第一宇宙速度という言葉も出てきて気になった人はこれをきっかけにより深く学んでいくこともできる最後には放射性食塩という現代の我々が反応せずにはいられない題目と怪しげな科学の紹介も盛り込んであるただし 1>, 1項目あたり数ページではやはり理工系の大学生にとっては食い足りないと思う逆にそうでないと問題ではあるがカバー絵にある北極と南極に穴を開けてボールを落とすとどうなるに続いて空気の抵抗を加味するとというくだりはやはり数式を使った説明を読みたくなるこれをきっかけに自分で手を動かして考える。 というのもまさに著者の狙いなのだろうけど以上読者の方の感想をご紹介いたしました興味のある人は詳細はこちらから実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたまた他の商品の紹介も見てみてください最後によかったら チャンネル登録をお願いいたします。